来たぞ。9時15分九十三山頂です。降りんのか。中だけ。あ、ここ池になってるよ。なんだろう。あ、少し氷張ってるね。ここはね、三池って読むんかな。ちょっと池の向こうまで見えないんだけど、あ、結構広いわ。登山道はこの脇を通ってきます。いや、すごいとこ通るんだね。うわ、なんか神秘的だな。なんか女神様とかいそうだよね。これ GoPro 落としてみるとさ、お前の GoPro は金の GoPro か銀の GoPro か思わず金つって石に変えられちゃったりしてね。はい、道草ばっかり食ってますんで、どんどん遅くなりますね。この無表の小道は綺麗だね。これすごいね。多分ね、カメラで映ってるののね、何十倍も綺麗。おお、一気に晴れた。こうなっとるのね。今晴れたわ。池の小屋、ひな小屋です。ここね、一回来てみたかったんだよ。なんかのキャンプ動画でこう見たんだよね。うわ、なんかあんまり入る気しねえな。あれが九十分かれだから、あれが九十三ですね。はい、じゃあ池の小屋、避難小屋を出てですね、あ、隠れちゃった、中岳の方に向かいます。はい、ラスボスが姿を現しました。中だけ。よし。登山道とすれば、こうぐーっとこう巻くんですね。よし。あ、また隠れちゃう。お、分岐。こっちがあるから、
天狗ヶ城、天狗ヶ城だよね。で、反対側、白くなってるのが中岳ですね。すごいね、こっち側の斜面、雪山みたいじゃん。冷蔵庫から出てくる冷気みたいのがわーっと上がってきてるね。いや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 、こっちはすごいわ。こんな感じのとこ登ってきました。10時23分、中岳です。1791m、 やりました。寒いからね、早く降りないとああいう風に凍りついちゃいますから。あのね、Twitter で結構皆さん応援メッセージいただいて本当にありがとうございます。宇都宮からね、車で3日間かけて大分までやってきて、で、今朝大分のホテルを出発して、まず九十連山の主峰九十山で、続いて九州本土最高峰の中岳登ることができました。最後は天気も味方してくれてよかったです。はい、これで下山します。ああ、よかった。九十のほんの一部ですけど、これ登ってね、感じたんですけど、やっぱりね、人気があるだけあるよね。人気がある山っていうのは大地に登りやすいことが一番ですよね。で、その次にね、やっぱり見栄えがいいことね。うん。あとはトイレがね、要所要所にあるってこと。まあ僕は一回ね、今日のコースしか歩いてないけど、地図を見る限りだと、まあ防火ツールで一泊するコースもあるけど、ほとんどは日帰りできるんじゃないかなと思いますよね。そんでもってね、まあとにかく道もね、よく整備されてますよ。うん。まあ、人が来るからね、整備する。で、整備するから人が来るっていうね、いい循環になってますよね。まあ綺麗だね、これ。まあ、僕が山登りやってるうちは、九州に山登りに来れるのはあと1回ぐらいだと思うんだよね。この山どうやって登るんだろうというような興味がね、あるところはあるんですよ。開聞岳とかね、桜島とかね、まあ、あれ南の方だね。あとはあの阿蘇山ね。まあそういうことでございますんで、非常に今回はいい経験になりました。本当にね、ありがたい話ですよ。じじくせえこと言うけど、じじいだからさ。いや、着いたよ。うわ、疲れた。12時25分、
戻ってきました。疲れた。はい、今日はね、初めての九州、そして初めての九十ということで、九州本島最高峰の中岳と、あと九十連山主峰の九十山を登ってきました。最後までご覧いただきましてありがとうございました。カババでした。九州遠征記その4、九州本土最高峰中岳を登る編、ご視聴ありがとうございました。そして次回の九州遠征記は、九州遠征記その1、試練の1300キロドライブ編をお送りします。お楽しみに。